桜です。花火大会があるんです。もしお暇でしたら一緒に見に行きませんか？ありがとうございます。よかった、勇気を出してお誘いして。7時から9時までです。大丈夫、夜中になるまでにちゃんと帰ってこられますから。なんだかワクワクしてきますね。じゃあ大神さん、行きましょう。大神くんじゃないの、ちょうどよかったわ。こんばんは、あやめさん。あら、さくらも一緒なの？相変わらず仲がいいのね。せっかく二人でいるところ悪いんだけど、ちょっとお願いしたい仕事があるの。付き合ってもらえないかしら？ありがとう、助かるわ。でも、さくらを待たせちゃっていいの？私なら大丈夫です。まだ時間はありますし、お仕事の方が大事ですから。ありがとう、さくら。そう言ってもらえると助かるわ。詳しいことは私が指示するから、その通りにやってもらえれば大丈夫よ。じゃあお願いするわね。頑張ってくださいね。じゃあお願いします。似合いますか？余裕ですよ。似合いますか？やった！落ち着きますね。似合いますか？あたし、頑張ります。落ち着きますね。余裕ですよ。
今度こそ負けませんから。頑張ってくださいね。さあ、どうですか。やった。応援お願い。やった。やりましたね。お見事。それじゃ気をつけていってらっしゃい。上位にさくらさん。あ、すみれさん。二人ともちょうどいいところにいらしてくれましたわ。スプーンがソファーの下に転がっていってしまいましたの。拾ってくださいませ。大神さん。そうか、そうですよね。さすが大神さん。二人とも何をこそこそと話してらっしゃるの。くださいね。では問題です。似合いますか。落ち着きますね。お願いします。似合いますか。ララララ落ち着きますね。余裕ですよ。お願いします。やった。ラララ応援お願いします。残念でしたね。